タウフィク・マフルーフィは、アルジェリアの陸上競技選手。専門は中距離走、ロンドンオリンピック男子1500メートル金メダリスト。世界選手権は、ベルリンとテグに出場。2011年のアフリカ競技大会と2012年のアフリカ選手権、男子800メートルで優勝した。タウフィク・マフロフィや、タウフィク・マクルーフィと表記することもあるが、本校では、 マフルーフィと表記する。スーク・アンフラースに生まれた。2007年の世界クロスカントリー選手権、ジュニア8キロメートルで国際大会デビューし82位となった。2009年7月の地中海競技大会でシニアの国際大会に初めて出場し1 5 0 0ル4位の成績を残した。同月のゴールデン柄1 5 0 0ルでは3分34秒34の 自己ベストをマークした。この年国内タイトルを初めて獲得し、アルジェリア代表として、ベルリンで行われた世界選手権に出場を果たして準決勝一組9着の成績を残した。2010年は7月のヘラクレス1500メートルで自己ベストを3分32秒94に伸ばして、同年の男子1500メートル世界ランキングで上位20位以内に入った。 アフリカ選手権1500メートルは決勝進出を果たしたが途中棄権に終わった。2011年の1500メートルシーズンベストは7月のアルジェリア選手権で記録した3分34秒4だった。同年のダイヤモンドリーグはドーハカタールスーパーグランプリとストックホルム DN ガランの2レースに出場した。アルジェリア選手権優勝後テグで開かれた 世界選手権のアルジェリア代表に選出され、1500メートル、準決勝一組11着の成績を残した。9月に、マップトで開かれたアフリカ競技大会は1500メートルで、ケニア勢に混じり3位に入って、銅メダルを獲得、800メートルは、ボアズラランゴを破って優勝し、自身初となる、地域大会の金メダルを獲得した。2012年は5月に、 ラバトのモハメド6世国際陸上1500メートルで2位となり6月にストックホルムで行われた競技会の800メートルで自己ベストを1分44秒88に更新したアフリカ選手権800メートル決勝はケニア選手が1周目49秒85のオーバーペースで入る失敗に助けられ自己ベストとなる1分43秒88を マーク氏優勝した。7月20日にモナコで行われたヘラクレスは1500メートルでエゴイとなり自己ベストを3分30秒80に更新した。2012年8月のロンドンオリンピックは参加標準記録を突破した800メートルと1500メートルの2種目にエントリーした。1500メートルは予選、準決勝を通過し決勝進出を果たした。マフルーフィは もはや800メートル出場を望んでいなかったが、アルジェリアリクレンが期限までにエントリー取り下げをしなかったため予選に出場せざるを得なかった。6日の800メートル予選は、最後方を走って200メートル余りで途中棄権し、IAF 審判から誠実に協議しなかったとみなされて大会から追放処分を受けた。1500メートル決勝のために力を残そうとした。 ことが疑われた。アルジェリアリクレンは膝の怪我が努力を妨げていたと主張し、医師による診断書の提示後に復帰が認められた。7日の1500メートル決勝は3分34秒08で優勝を飾り金メダルを獲得した。レースはスローペースで進み、マフルーフィはラスト200メートルのラップを12秒6から12秒後で走った。 決勝時の能力はそれまでに見られなかったものであり、批評家を驚かせた。マフルーフィは自身の進歩について、コーチの変更と同年の猛練習によるものであると説明した。2013年8月にモスクワで開かれた世界選手権はウイルス感染から回復が遅れたことを理由に出場しなかった。ありがとうございます。